あ、どうも、ということでね、おやつに枝豆と、こちらの、ウロン茶。こちらの方ね、ウロン茶です。そしてこちらもね、ウロン茶です。コーヒーしばらく控えてます。あー、ね、本当、まあ、今、失業中なんですけど、まあ、仕事中、仕事、まあ、まあ、僕の場合、その、次決めてから辞めないんで、ね、普通の人はなんか次決めてからね、辞めるんでしょうけど、次決めずに僕辞めちゃうんでね、いつもね。はい。その、仕事ができない状態で体調崩して辞めてしまってるので、次っていう余裕がないんですよね。そこですよね。普通の人はもう仕事が嫌とか給料が安いからって辞めるんですけど、もうそのね、僕ら障害者は、やっぱ体調を崩して動けなくなって、どうしてもその作業ができなくなってやめてしまうパターンがあるんで、次っていう余裕がないんですよね、もう本当に。なんで、本当にね、今失業中で、探してるんですけど、なかなかね、見つからなくて。見つからないんじゃなくて、断られるんで。まあね、56歳障害者っていうのはもうね、就職困難者って言われるもんなんで、なかなかね、就職することができない。ね、普通に、なんだろう、ね、体さえ動けばできる仕事ってあると思うんで、ね、そういうとこ行けれる人はね、いいと思うんですけど、やはりだんだん、年を取った障害者をなかなか受け入れてもらえないのが現状ですよね。まあ、いい悪いじゃなくて、まあ、雇う方としても若い方がやっぱりいいでしょうし、まあね、私の場合、物覚えも悪いし、耳も、なかなか聞こえにくくなってますし、ね、足が不自由なんで何するのでも、1店舗、2店舗遅れますし、いろんな問題でね、不具合が自分で言うのもなんですけど、あるんで、でまあ、前ね、言ったと思うんですけど、僕は前の就職先決めるのに56社落ちてるんですよ。で、また今回の就職でもね、まあ、もう落ちてるんでね、またね。まあ、ハローワークに行って、相談しながら、探していって、私としてはどこでもいいと思ってるんですけども、やはり向こう側の都合がやっぱあるんでね。頑張っていきたいなって。ということでいただきまーす。ね。仕事やってたらね、大変なことあるのはね、自分も働いてたんでよくわかります。よくね、インターネットであるじゃないですか。なんか、障害者募集みたいなんで。あれってさ、なんかすごく簡単に募集できるように見えるけど、実は僕昔やったんですよね。個人情報抜き取られるだけで、全然決まんないんですよ。わ、いっぱい募集してるってね、スマホで、募集してたんで、ネットね、募集しまくったんですけど、落ちまくりですよね。個人情報提供しただけって感じですね。アンケートにお答えしただけって感じになってましたね。もう大体1行ぐらいのメールを送り返してきて終わりみたいなね。1週間ぐらいで。面接もないみたいな。こんな感じですよね。
よくね、あの、募集要項みたいな書いてるじゃないですか。私たちは、みたいなね。開かれた社会のために、みたいな。障害者の方たちとも、ね、の、あの、ね、あの、あれを広く、募集してます、みたいなことを書いてね。うん。すごく、開かれた、ね、なんか、会社だよ、みたいな感じ。すごくね、爽やかな写真がいっぱいね。載せられてて、紹介者もニコニコしながら働いてるような写真がいっぱい載ってて、いいなぁと思って行ったら、ね、速攻でアウトみたいな。練習すら無理みたいな。ね。感じですね。もう雇う側も大変だと思うんですよ。なんだろう。で、仕事内容がってるとすごく誰でもできるような、めっちゃ簡単な仕事みたいな感じで、こういう仕事をやってもらいたいみたいな、そんな仕事なのみたいな感じでね、すごく簡単な仕事を提示してるわけですよね。で、不適合、不合格みたいな感じで来るわけですよ。いやいや、それはできる仕事でしょ、僕のと思うんですけど、なんか意図するとこが違うと思うんですよね。それは明らあの表向きのポーズで、こんな仕事ですよ、みたいな。ごちそうさまです、そんな仕事ですよって書いとって、実はもっと違う過酷なことをやらせようと思ってんのかなとか、うん、なんかね、その募集要項にすごくね、綺麗事を書いてるんだけども、実は超ブラックなことをやらせようとしてるのかなとかって、あ、思うわけでね。ね、その中で、なんだろう、あの、まあ、建前と本音の社会が浮き彫りになってんじゃないかって思いますね。まあ、ありますよ。建前と本音っていうのはあると思うし、正しいことを言い続けないといけないっていうのもありますよ。当然ね。うん。ただ、あまりにもその理想の現実が、まあ、かけ離れてるっていうか、ね、あの、ずーっとほら、ハローワーク行ったら、ずーっと永遠に、障害者募集をしてる方、障害者枠で募集してる会社ありますよね。あれは2種類ですよね。勤めたけど、全く話の内容が違って障害者が辞めてしまうパターン。あともう一つは、全く障害者を雇う気がなくて、片っ端から落としてるパターンね。うん。この2種類だと思いますね。うん。ずっと僕障害者枠の、やつを見てきて、いろんなところに応募して落ちまくってるんで分かってきたんですけど、こういう社会っていうのはどうなのかなと思います。おそらくね、ハローワークの方も分かってると思うんですけども、まあそれはそれで出してくるんでね、ハローワークの方から同行っていう指導はおそらくね、できないと思うんですよね。まあそれは本当はした方がいいと思うんですよ。本当にそのね、雇う気もないのに出すなっていうね、うん、ことは言えないんでしょうね、おそらく。いや、雇う気あるんですよって企業に言われたら、それで、あ、そうですかって言うしかないんで、ね、まあ、ただそこでその、なんだろう、実績とか、実際その、雇った後の継続率っていうのもやっぱり見てほしいなと思いますよね。何人応募して、何人受かって、何人落ちて、受かったうちの何人がどうだったのか、何年続いたのかっていうね、そういうのがすごく大事だなって、僕は思うようになりましたね。うん、民間のそういうのを調査する機関があるのかないのかと分かんないですけども、本当ね、障害者にとって、どうなんでしょうね。ただね、普通に働いてちゃんとして、正社員として雇っている場合もあるところもちゃんとありますしね。うん、僕が働いてた以前の会社もね、健常者と同じように、
社会保障つけてくれて、正社員してくれて、まあ時間そこまで行くのにちょっと時間はかかったんですけど、ちゃんとね、あのボーナスもくれてっていうことをしていただいた会社がありましたんでね、まあその会社によっていろいろなんですよね。もうパート社員だみたいなね、障害者から時給だみたいな、それ徹底してるところもありますし、正社員には絶対なれないシステムを作り上げてる会社も、あるのは事実なんで、僕はいろいろ勤めてきたんで、内情は結構知ってるんでね。ただ、どこどこっていうつもりは全くないし、それがいいとか悪いとかいうわけでもないと思うんですよ。だからその会社に合わせて、まあそういうふうにしなきゃ致しかない状況っていうのはあるとは思うんですけども、実際ですね、本音と建前、綺麗事が、綺麗事は好きですね、日本人ね。僕も綺麗事好きですけど、うん、就活やってて思いましたね。うん。まあでも本当このままでは生活が立ち行かなくなるんで、なんとかね、頑張って働き先を見つけて働こうと思ってます。それでは皆さんごきげんよう。